大切なお知らせがあります今回大切なお知らせ何本だ ?3 つぐらいですかね ?3 つ。はい。1つ目がですね、えー、なんだ。そろそろ、そろそろ、あの、動画全公開します。<laughs> もう、めすぎましたね。なので、あの、まあ、めちゃめちゃ140本以上、まあ、限定で裏でね、撮ってたやつを一気にバンって公開しますんで。 あのチャンネル登録していただいている方には申し訳ないですけど、いきなり動画140分いきなり公開されるチャンネルってあんまないと思うんで、あの解除しといた方がいいと思います。<laughs> まあでも通知は140回通知行くことはないとは思いますけど、<laughs> 多分3回までですかね通知って多分。うん。まあとりあえずあの動画の一般公開全部バーッてするんで、あのー、やってますから裏でも <laughs> 動画撮ってますんで <laughs>、それ一般公開します。 これと、だからチャンネル登録は解除しといた方がいいよっていうところと、あとは、え二、ー、つ目ですね。二つ目が、えー、ドリアカのセールスですねで。ドリアカのセールスの方、まだ日程ちょっと決めます。はい。いあの、入学願書の受付は、一応その、え着金のね、締め切り、まあでも、年末朝分で、銀行がいつまでですかね。まあちょっとそれも全部いろいろ調べて、まあ多分銀行は29か30までやってるのかな。 まあ、その入学願書の受付はこれまでで、ここからこの日と、あとは、えっと、じゃ着金はこの日までと。で、それ以降過ぎると、まあ,あ、過ぎると、えなんだ、えー、120万かなりますよっていう、まあ、この日程はまた、ご案内するときにお知らせしていきます。で、3つ目が、えプレゼントですね。 ドリアカのーセールスにあたってプレゼントしますんで、で今回いろいろ悩んだんですけど、3大プレゼントします。3大プレゼントね。はい。まあ、これが、あの、どんなプレゼントかっていうと、えっ、ー、と、ドリアカで提供している講義になります。まあ、これもちょっとね、レター作ります、ちょっと。うん、プレゼントのレターを。まあ、プレゼントです。はい。で、えっ、ー、と、ドリアカで提供している、まあ、今回ね、 あの悩み相談でもなんかいただいたんですね。人生を変えたいですみたいな。なので、まあ、人生変えたくないんだったら別にいいんですけど、<laughs> 人生、何かしらなんか今の人生に不満を持ってるとか、もしくは今は不満ないけど、将来のことを考えるとちょっと不安だなとか、まあ今の経済状況、まあコロナの状況もね、まあ来年も続くでしょうし、僕ね、オリンピックどうなんですかね。この状況下で、まあワクチンもまだね、 ぶっちゃけテスト段階みたいな感じで GO いっちゃってるし、これワクチンもしね、人体に被害があったっていうことが、まあ情報流さないと思いますけど、もしまあ個人の SNS もいっぱいあるんで、ワクチン打った人がね、なんかツイッターでね、なんかこんな症状出たみたいなね、それを拡散したらもう、やばいじゃないですか、それも <laughs>。まあ、飽き、まあまあね、時間がないっていうのもあれですけど、そんなにテストしてないと思うんですよね、ワクチンに関しては。うーん。 そか無理やり今 g してるっていうのが、まあ一般のい、ま、今までの薬品、今までの検査よりかはかなり最短で国が許してる部分あると思うんで、まあそれももし来年ワクチン打った人たちが、ね、なんかあったら、これもすごいことになるので <laughs>。 どまあ、まあ、多分まあ僕はもう34年は見てますねこの状況がまあもう全世界である程度コロナが落ち着くのには34年全部が落ち着くのは34年まあ昔の経済状況に戻るみたいなのは34年は見てますねまあそもそもウイルス消えないじゃないですかね <laughs> だからいぶっちゃけ言うと今多分コロナ情報の,あの多分ニュース慣れしちゃってる部分あると思うんですけど 今って昔の、まあ、結構前世紀でバーってやってた時より今日本でも発生してる件数多いですからねだけどなんか不思議なことで昔より件数多いんだけどなんか多分コロナ疲れというかこのナ情報慣れしちゃっててあんまりその件数にビビってない、ね、ビビらなくなった部分ビビんなくなってる不思議な部分があると思うんですけどだからウイルス自体がなくなってないので うん、これがなくならない限りやっぱ蔓延はしますから,だからそういうことを全て完備して考えて今後の将来のことをね考えると不安だっていう人は、うん、今回のね3つのプレゼントこれドリアカーに入ればねもうちょい見れるんですけど、まあ、僕が一番最初に、えー、提供してる講義の中の3つ未来をかっ変えるたった1つの原則未来を変えるたった1つの原則と未来を変えるたった1つの極意で乗り越えられない試練を乗り越える方法 だからその未来をね変えていきたい人生を変えていきたいっていう人のために今回のね未来を変えるたった一つの原則未来を変えるたった一つの極意、うん、この二つあればいいと思いますしあとは乗り越えられない試練を乗り越える方法、うん、これってまあ今結構ねきついと思いますんでこの三つあるとまあ2021年ですか うんまあ、ドリアカに入れなかったとしても何かその考え方が変わったりとかね行動が変わる一つの起爆剤になると思いますんでこの3つプレゼントするのはね異例ですからね異例 <laughs> 間違いなく異例のプレゼントですよまあまあ今回2020年を振り返ってまあいろいろな状況を見てお客さんの相談とか悩みを全部いろいろ完備した結果これあった方がいいなっていうのをね特別に無料で公開しますから うんまあ、本来ドリアカに入んないと見れない講義ですかね、これも。これ無料で配るんで。うん。だから要は、結局その、まあ、ドリアカっていろんなその稼ぎ方のマーケティングだったり講義ってめちゃめちゃあるんですけど、やっぱりそれをやるのは自分なんで、やっぱり考え方というかそのベースが変わらない限り、まあ僕は難しいかなと思います。うん。まあいろんなお客さんの考え方、いろんなお客さんの行動。 うまくいってる人のお客さんの行動、考え方。うまくいかないお客さんの考え方、行動をもう何万人見てきてますから。<laughs> で、まあ、これね。まあ、自分が商品売ってそのお客さんのサポートとかすればそれはわかるんですけど、これ、ま、もう間違いなく違いますからね。結果が出るお客さんの考え方と行動と、結果が出ない人の考え方と行動。これ一緒なわけないですよね。<laughs> うん。だから、うーん。 どういう状況になった時にどう考えてどうアクションするのかっていう、このなんだろうな。うん。ま、CPU っすよね。この CPU がアップデートしない限り、やっぱり処理できないですよ。Windows 98の OS? ま、OS で言うならば Windows 98の OS で今のアプリ動かせないですよ。どんな最新の入れてもね。 だからそのやっぱ OS を変える CPU を変えるっていうのは今の特にそのもう時代の変化が激しいわけですよだからもういろんなもの出てくるしものも出てくるし情報ももう無限像出てくるわけですよこれれに耐えられないですよね、うん、もうだからまあその確固たる CPUOS をしっかりアップデートしていく変えていくっていうことをしないと、まあ、2021年も変わらないんじゃないかなと思いますね なぜじゃあ多分ね2020年もあのなんか多分元旦とかねよし今年こそはって思った人全国に何人いるんですかねめちゃくちゃいると思いますよ2020年はこうやるぞみたいなじゃあ2020年もう終わりますけどもじゃあそのね元旦に決めたことはできていますか多分ほぼできてる人が少ないですねこれねでも僕は決めたことできています お前の自慢話かって話なんですけど。いやいや、自慢でもなく事実を言ってるだけなんですけど <laughs>。あの、ブログを毎日。まあね、動画も1万6000本撮ってきたし、アップしたし、もうだいぶ動画やったなと。まあこれからも動画やりますよ。限定公開でもね、140本裏でもやってるし、日々のね、の動画もなんか毎日公開してるだろうし。うん。まあ動画は普通にアクティブにやってます。だけど、動画まあまあやったし、まあある程度は喋れるようになった。うまい下手とかじゃなくて喋れる、即興で何でも喋れるようになったんで、 えーまあ、ブログかなというところで文章をまた書いてみようってことで毎日、えー、1000文字以上かな、えー、書,き書き続けました多分もうね12月終わりますから、まあ、1年365か6書き続けたっていう記録は、まあ、間違いなく達成できると思います死なない限りね死なない限りもう回確実に達成すると思いますで来年もあこれはもうやってきますんでプラス来年の目標としてはもう一つのブログ作るんで 来年の目標は、もう一つのブログを作って、もう一つのブログは、ちょっとね、もうドメインを取ってるんですよ。ドメインを取ってて、しかも、r34.biz っていうね、r34 ってこの3文字のドメイン取れたんですよね、昔。で、一応ブログがあるんですけど、全然更新してないですよ。で、この吉谷拓郎公式ブログは自分が書きたいことを書く。書く。で、こっちの r34 マガジンは、エンタメ要素を盛り込んで、えー、アフリエイトサイトみたいにしようかなと思ってます。 アフリエイトブログですねだこっちの吉谷拓郎公式ブログの方を読んでいただいてる方だったら分かると思うんですけどあの文章にリンク一つもないんですよ <laughs>、ねもうさあの。今年1年書き続けてきましたけど1年、まあ、もうちょっとで1年経ちますけどブログの中にあのリンク一個もないですね。だから書きたいことをこっちは自分の僕の考え方だとか、まあ、ファン向けっていうかね自分の書きたいことを書くっていうコンセプトなんで。 ただこっちの R34 マガジンのブログ版ですね。R34 マガジンのブログ版はアフリエイトブログ。エンタメ要素を入れた、顔文字ガンガン使ってエンタメ要素を入れたブログ。なんかそう、読んでて面白い。こっちは吉野拓郎公式ブログはあ、僕のなんか思考とか考え方とかエッセンスとか。なんかね、まあそういう感じで。こっちは読んでて面白いとかね。アフリエイトになってるって。なかリンク必ずありますから。 なんか流、なんか毎回誘導されるみたいなね。まあ、そういうブログを、こっちはね、あのー、別に書きたくはないので、書きたくはないけど、あのー、まあ、あった方がいいなっていう、うん、なの、思ったんであや、なんだ、しかも、ドメイン取ってるわけですよ。取って、ブログも一応あるんですけど、ずっとやってないんで、これをやるぞと。で、これはね、週1回ぐらいですかね。まだ具体的には決めてないですけど、まあ、週1回、まあ、しっかり、 あの写真とかも入れたりとかしてなか面白おかしくするっていうのを週1回ぐらい提示でこうそこはしっかりそれやっていこうかなという YouTube と YouTube はまあ余裕でまあ日々更新のとまあ吉谷拓郎公式ブログは今まで通りあり更新と R34 マガジンのブログ版は週1回の,そのエンタメ要素を盛り込んだアフリエット記事というかねまあそういうブログを作っていこうかなと思っていますこれは2021年も決めてることですねだこれももうやります で,で、あとはそこで作った文章とか作ったやつをシェアしてきますんで、LINE とかでも。うん。そう。だからちょっとね、あの、それはね、ちょっと本気出すというかね、面白く、こうやってアフリエと誘導していくぜ、みたいな。<laughs> 思わずクリックせざるを得ないみたいなね。なんかそういうの作っていこうかなっていう。もう毎回誘導、もう吉谷さんに誘導されてしまうみたいなね。これはクリックしないと、みたいなね。まあそういう。 もう構成考えてるんで。で、あとはそう、来年からは、もう一つ決めてるのが、あのー、僕、メンバーシップね、R34 マガジンね、まだチャンネル登録者数3000何本、4000いってないんですけど、メンバーシップ導入できるように、なんか、Google から来たんですよ。おみたいな。1万人もないのにメンバーシップ入れへ行けんのみたいな。で、来年から、金麦研究所っていうね、新しい、その、サブスクってやつですね。サブスクで、まあ、こちらね、一応用意したんですけど、これ、金麦ね。 金麦研究所っていうねサブスクをやります、まあ、オンラインサロンではないですけどね。まあ、ライブ、かその金麦研究所のメンバーしか、えー、参加できないライブをやって、でそこで、まあ、みんなで一緒に飲むって感じですね。多分来年も、うーん、ってか、まあい今のね <laughs>、これ考えればわかると思いますけど、今の動き、寝,う寝動きじゃねえけど、<laughs> あの今の動きを見れば、来年も増える。 じゃないですか。だって考えてほしいんですけど、感染者広まって、感染者がいっぱいいるわけじゃないですか。昔に比べると。だからこれ、広まりますよね、どう考えても。もちろん全員が、全員が家から出なかったら分かんないですけどそう。無理じゃないですか。ね。だから、まあ今も昔もあんま変わんないんだけど、今の方が感染者が多いので、そのリスク的には高いわけですよ、感染していくリスクが。 もももっともっとと増える確率なんかも無限にありますよでそうなった場合完全ね宅飲みでしょどうすか <laughs> 多分ね宅飲みの方がいいと思うんですよね。と思います。だから宅飲みでまああのー、ね、まあそんな、あのー、僕390円って決めてるんですけどその金麦研究所は月額だからなんか飲み屋さんに行くとお通し代まあまあぶっちゃけ390円ぐらいかかるじゃないですかお通し代ぐそんぐらいは。 赤量とか、まあ、その、いいとこ行ったらもっと積量取られるだろうし、だその1ヶ月の、1ヶ月390円のお通しで、まあ、一緒にその、共有できるっていうね、金麦を。<laughs> もう完全ファン向けですね。ただね、もうね、これね、なんか、あの、金麦研究所の、あの、動画があるんですけど、あ、違う違う、お酒を飲みながらぼやくっていう動画か。で、ここでなんか僕があの、今度やりますって言ったんですけど、もリアクションいただいてて、 勤務研究所いいっすねっていうね。な何人かいただいてるんであ、これ入ってくれんのかなっていうね。<laughs> そうわかんないですけどね。だから来年から新しい試みですね。だから僕もいろいろね、オンラインサロンに関してはね、いろいろ考えたんですけど、まあ、やりたくないですよね。オンラインサロンは。<laughs> うん、まあ、ドリアかありますから、僕の場合は。だから、そのサブスクをもちょっとやってみたいなと思ったんですけど、ただ、もうネットビジネスいらんかなドリア化あるしね。 じゃあ、一緒にその場所を共有するみたいな。こう、これでどんな感じだか僕もね、それだったら気軽にできるじゃないですか。で、多分ね、そのお金払ってまで僕と一緒にお酒飲みたいっていう人は、多分ね、おもろくな、お僕のこれまだやってないですよ。まだやってないですけど、めっちゃライブ盛り上がるんじゃないかなっていう。だって、ね、金払ってまでね、一緒に酒飲むとかね、ちょっと、ちょっと言っちゃってるじゃないですか。<laughs> か僕も言ってますけど。<laughs> なんかその言ってるメンバーで飲んだら超面白くないですか、多分。これね、多分やってないですけど、まだ。 多分、その、面白くなると思います。その、酒飲みが。まあ、そんなにそう言っても僕、一杯であの酔いつぶれるんで、あんま飲めないですけど <laughs>。なんで、なんか、あの、面白くてで、僕もね、月1、2回ですけどね、まあ、毎日はできないですし、だいたい月1、2回、まあ、月1回は最低やるよ、みたいな感じで、ちょっと来年募集しようかなと思ってます。あの、YouTube のね。で、1ヶ月に390円だと、まあ、なんやろな。 うんそんなにその、なんだ、財布事情もね、痛いかと言われると、まあ人それぞれですね。お前にその、<laughs> お前に390円払うんだったらキャバクラの姉ちゃんにね、もっと、おだキャバクラってどうなんですかね ?1 時間いくらぐらいですか ?1 時間いくらなんですかね ?5000?1 万まあその場所によりますかね。だからまあそのキャバクラの女の子にね、 場所代としてそのね、まあ飲み放題も入ってるかもしれないですけど、まあ結局、あの、なんかね、お酒入れてくれみたいなあるじゃないですか。で、それって何万とか飛ぶわけじゃないですか。で、そこに入れるんだったら、吉田さんの390円みたいなね。<laughs> いやー、まあいいでしょ人それぞれの好みありますから、あの、キャバクラに入れていただいても全然いいですし、人それぞれですから。うん。でもこれもね、新しい試みですね。これやりますから。 で何がいい番線入ってますけど、何が言いたいのかっていうと、やっぱりその新しいことをどんどんやっていく挑戦していくっていうことは大事かなと思いますね。日々やっぱなんか、やっていかないと変わんないですし、うーん。だからドリアカーも挑戦ですからね、これ。ドリアカーも120万までする、値上げする。本当はね、予定なかったっすよ、僕。120万までする予定は。もう本当になかったっす。でね、なんでこれ火につけたのかっていうと、 これ何分喋ってなの1分か。結構しゃ、ここまで聞いてるのよい人は、あの、濃いと思うんで。もうね、川島さんですね。川島さんが1年で120万撮ってたんで、1年で120万撮ってんだ、みたいな。じゃあ、俺22年だから今いいかな、みたいな。ちょっと、ライバル意識ですね。川島さんの、僕は、あなんか、絵を描けないですよ。あの、なんか、海外でね。おりゃー、みたいな。なんか、ぶわー、みたいな。 おうみたいな、パーティーみたいな、全くないです。もう全くないんですけど、僕は僕の違う路線で同じ価格でどうやねんみたいな勝負ですよ。そのね、パリパリピーというかね、わーいみたいな、川島宿乾杯みたいなのは僕はやんないんですけど、やらないけど、俺のこれで120万どうやねんとね。このいぶし銀で120万どうやねんと。22年いぶせるぜみたいな。ね、だからそれも挑戦ですね。 だって同じフィールドで、同じフィールドっていうかね、まあネットビジネスじゃないですか。一応、川島さんも長いですから。うん。だから、まあそれで、ドリアカも120万にしようって決めてましたからね。だから、あれ久しぶ、久々にね、僕ね、ほとんど今、人のメルマガとか全く見ないですよ。で全く見なくて、前か、久々に人のメルマガを見たんですよ。で、川島さん、まあ、ホルダーね、10個か20個、有名どころの人の、もう僕ね、その昔、その、 文章を書いてた時に、そのパクリ用でもうフィルタリング全部かけて、その有名な人の20個ぐらいあるんですよ。であ、今どんなメール流してんのかなって見てたら、まあ川島さんはやっぱ毎日流してるんですよね。やっぱすげえな、みたいな。やっぱこの人毎日やってんな、みたいな。で、なんかメールマガチェックしたら、なんかスクロールしたら川島塾みたいな。まだやっぱ川島塾まだやってんのか、みたいな。で、クリックしたら、なんかあの、120万みたいな。 でね、なんかびっくりしたのが、ちょっと今は変わったかもしれないですけど、なんか19万のコンテンツがあって、それが、120万と39万と19万ぐらいのがあって、で19万が確か、ね、音声のみみたいな。いや、音声のみで19万かすげえなみたいな。まあまあ、それのまあ僕は影響を受けましたね。俺も勝負してあるぞと。負け,負けないぞと。 まあ負けてる部分は負けてるけど、勝てる部分は俺にもあるぞと。川島塾では、もちろん川島塾でしか得られないものもあるけれども、ドリームアカデミアでしか得られないものもあるので、これが22年あるので、ここにもう僕は出していこうかなと。うん。そうそう。あ、川島塾がもしね、200万だったら200万になってましたからね。<laughs> 本当に。ただもうね、マックス値かなと思うんですね、120万は。一応、僕の中では。 うんまあこのあとはもうこのあとはもうコンサル個別コンサル120万以上のやつは個別コンサルとかになってくると思いますけどまあ個別コンサル今300万なんで僕うんだからまあ塾はまあこれぐらいにしとこうかなと思ってますけどねまああとは僕他の商品もいくらでも売れるんでまああと今ねこの,あの直近でもやりましたがバラ売りドリア化の講義めちゃめちゃあるんでバラ売りをねまあそのお客さんのニーズに合わせてバラ売りっていうこともできますから,だからドリア化入んなくても まあ僕の気,気が向けばね、ばら売りして、それをえ格安で手に入れることもできますし、だからそれはもう、僕はもうコンテンツいくらでも作れるので、まあ、ドリア化がもし高すぎて売れなかったとしてもでしょあ、他で売り上げ作るんで、うん、ただ、まあ、120万円分の価値があるように、まあ、僕も日々22年改善していくんで、まあ、ファイナンシャルアカデミアっていうのも、ドリームアカデミアのね、次のステージとして無,無料で入れるし、それも構想にあるんで、 まあ、あとはまあ120万までできる理由もありますねで。理由は何かっていうと4年運用してきてね。4年運用してきて実際に月収100万稼げるような人たちが出てきてるんで、初心者の状態からね。でだって別に授業料120万だったとしても回収できるじゃないですか。まあ、もはやプラスしかないですよね。稼げるようになれば。うん。だから、なんだろうな。昔はね、実績が、あの、開校当時は、 まあ誰も塾生いなかったですから、実績なかったんですけど、今開校して4年経って、まあ音声対談もまあまあいろんな人と取ってますけど、あーなんだ、あーその月収100万っていうところが到達できた塾生さんが出てきましたんで、まあいいかなと。いや、これね、誰一人いなかったらそれは無理ですよ。120万まで値上げできないですからね。誰一、この塾に入っても誰一人月収100万本当に達成してないみたいなね。<laughs> それは微妙ですよね。 それは微妙なんで、その価格はこんだけ上げることはできないですけど、まあまあ実績出てきたからいいかなっていうところですね、とは。うん。そう。はい。ということで、まあ3つお知らせですけれども、まあプレゼントもありますんで、興味ある方は LINE の方に登録しておいてください。LINE の方で流しますんで。はい。では終わりたいと思います。ありがとうございます。